皆さんこんにちは。今回は、以前に出した情報募集動画の中で未解決だったものを改めて紹介していきます。以前に紹介した時から改めて調査した内容も紹介しますので、何か情報がありましたらコメントお願いします。一つ目、奇妙な人形劇。こちらは視聴者から届いたオカルトネタ紹介パート5からの紹介です。ある奇妙な人形劇を探しているという話で、ひょっこりひょうたん島のような人形劇だったそうです。海外の子供向け作品であり、最終回で首吊り映像がサブリミナルのように流れるそうです。さらに、YouTuber が取り上げていたという話で YouTube で数話分を見ることが可能だったそうです。これに関して、キャンドルコーブの再現動画ではないか、という情報がありました。これは、幻の異常な子供向け番組が存在したという都市伝説で、再現動画が YouTube にアップされています。中には首吊りシーンがあるものもあったようで、それではないか、という話でしたが、キャンドルコーブではないことが判明します。こちらはリクエスト主さんの補足情報になりますが、再生数はそこそこあり、ある程度の認知度がある動画でした。また、過去に大手 YouTuber が取り上げたこともあったそうです。このことから、すぐに見つかるかと思ったのですが、残念ながら現在に至るまで未解決となっております。私も改めて調べてみたのですが、首吊りシーンがあるような人形劇の噂すら出てこず、この件に関しては謎です。近いものとしては、アクションマンという PTSD に関する CM 風の映像があります。以前に雑風呂でも取り上げました。アクションマンというフィギュアの CM なのですが、子供が人形で遊んでいると、過激な遊び方をします。その中で首吊りをさせるシーンもあり、人形を使用しているので証言とも近いです。しかしながら、明らかに人形劇ではないですし、サブリミナルのように一瞬挿入されるわけではないので、こちらも違う可能性が高いですね。ある程度認知度があるらしいので、目撃した方は多いと思うのですが、なぜか見つかっていない謎の人形劇となっております。この件は1年ほど前に紹介させていただきましたが、改めて情報を募集したいと思います。このような奇妙な人形劇を見たことがあるという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントお願いします。二つ目、深夜番組の謎の回。こちらは視聴者から届いたオカルトネタ紹介パート6からの紹介です。90年代初めにやっていた深夜番組を探しているという話で、内容がかなり謎な回でした。視聴者投稿で寄せられた謎に迫るという回があり、その時の内容が、深夜に裸で道路を横断する女性を目撃したのだが、何だったのか、というものでした。番組内では、その投稿者がビデオカメラに収めた映像があり、暗闇の中にぼんやりとかろうじて裸だとわかる人間が、道路の真ん中でくるりと体を一回転させて渡っていたそうです。裸の女性ではあるものの、色っぽさのようなものは一切なく、すごく怖かったのを覚えているとのことでした。結局、その回では解決せず、司会者の男性が現地に向かい、その場所で、何月何日の何時にこの場所で待っているので、この番組を見ていたら、ぜひ来ていただきたい。と訴えて番組は終わり、結局あの女性は何だったのか、解決したのか気になっているとのことでした。司会は桂三枝さんだった記憶があるとのことで、確かに90年代に司会だった番組はいくつかあります。しかし、それらしい番組は見つからず、こちらは未解決となっておりました。その後、真相編の動画にて続報をコメントでお知らせしたのですが、改めて紹介します。実際に目撃した方から詳細な情報をいただいており、番組は不明ですが、桂三枝さんと関西のグラドルが司会の番組だったそうです。ひな壇には芸人が10人前後おり、裸の女性が横断歩道を渡る話は2つあったそうです。1つ目は、赤い帽子に赤いレインコート、そして赤いハイヒールの大女が出てくるという話です。
二つ目は、1ヶ月に2回だけとある交差点で裸の女性が横断するという話で、おそらくこれが今回の話だと思われます。当時、桂三枝さんがノリノリで裸のお姉ちゃんを取ってこい、となり、スタッフが掲示板で呼びかけたところ、返事が来て会いに行くことになります。結局、裸ではなく遠目から裸に見えるという人形プログラム実験を市の許可なく行っていたという話で解決したようです。このことから、一応解決していた話のようですが、具体的な番組名までは判明していないんですよね。また、人形プログラム実験とは何だったのかも気になるところです。他にも嵐山の酒呑童子の祠の検証をやっていた番組とのことで、何かご存知の方はコメントお願いいたします。三つ目、スイカコロコロ続編、以前にアップした未解決ネタ動画にて紹介した話です。老人の家と、スイカコロコロ、という謎のナレーションがある映像が、なぜか無関係のレンタルビデオに入っていたという話でした。こちら、リクエスト主さん本人から続報をいただいておりまして、それを紹介します。実家に帰省する機会があり、リクエスト主さんの母親にも話を聞くことができたそうです。その話は母親もまだ覚えていたようで、さらに詳細な情報を思い出していただきました。スイカは茶の間の茶舞台の上で、左右にコロコロ揺れ、スイカコロコロ、というナレーションが流れます。また、お年寄りが食べ物を喉に詰まらせ卒倒する映像があり、その後にそのお年寄りの映画画面全体でアップされます。この映像のまま、ひたすらスイカコロコロというナレーションが繰り返され、セミやヒグラシの鳴き声が聞こえ、ここで停止したとのことです。前回の情報からさらに、お年寄りが食べ物を喉に詰まらせ卒倒する映像が入っていることが判明しました。一応、映像の流れを見ると何らかのストーリーがありそうな気がしますが、スイカコロコロというナレーションが意味不明ですね。このような映像がレンタルビデオに上書きされていたというのはかなり奇妙な話ですが、やはり何らかの作品である可能性は高そうです。個人制作の映像がいたずらで入れられていたとすると捜索は困難ですが、もし見たことがあるという人がいればコメントお願いします。いかがでしたでしょうか。定期的に過去の未解決ネタを紹介していこうと思いますので、何かまた取り上げてほしい、改めて調べてほしいという話があればぜひコメントお願いします。